たいですね、動きは。マロちゃん、雪猫だったの？ なんか強そうです。雪猫マロちゃん。焼けたの？またぐ。今のどう考えてもチロが悪いよね。何やってんだ。切るよ。寝てる。中に入りたいの。ジャンパーに入りたいの？まるちゃん下に入ればいいですね。じゃあ、はい、どうぞ。蹴っちゃった、ごめんごめん。さら蹴っちゃった。耳にしましたか。あれめくれちゃうじゃん。なって。くれちゃうんだよね、まろちゃん、そうやると。
マロちゃん諦めました。最近はフィルター切ってるから普通に水の音が聞こえるだけ。水を飲んでる聴者。ハロちゃん顔突っ込みたかったのかな。こっちまで来たぞ。ここにおるね。あ、嫌な予感がするな。嫌な予感がするな、これは。止めるべきか。あ、出てきた。マルちゃん頭が良かった。嫌な予感がして出てきた。取られた。あのポーズで止まるのがいいよね。なんで止まるの。それでまた入るの。外でドンって音がした。二人とも反応する。あったかくなって活動的になったね、猫がね。そう。ダウンジャケットも入るもんね。ダウン系が好きなのか。あったかいもんね、ダウンね。それも買っとんのかもしれない。自分のダウンは俺とはちょっと。じゃあまた太陽のもとへ。太陽光に当たると猫の目がすごい綺麗に見えるよね。出てきた。白巻き
これええわってなったのかな。なってない。嫌いだった。なんだあったかいからいいかなと思ったけど、ダメだ。ダメでしたか。上がいいってやった。上がいいんだ。マロは中に入ったもんね。